えっと、これは、なんていうのかな ?OCYS さんっていうのかなえーベース3を受験し、群指数のディスクレパンシーは、ディスクレパンシーわかんない人に言うと、差ですね。は、非常に大きく出ましたが、全検査の IQ 値は非常に高いため問題なしとして発達障害の診断は出ませんでした。このようなケースは割とあるんでしょうかなるほど <laughs>。ちょっと私も医者とか心理士じゃないのであれですけど、 IQ 高いから発達障害じゃないというのは、ちょっとそれは、だいぶ、ちょっとタイムスリップしている専門家じゃないかな。困りますよね。そりゃ困る人は。IQ 高ろうが低かろうが。どういうことなんでしょうか ?IQ 高いと楽だと思っていらっしゃるのでしょうかいや、もちろん、えっ、ー、と、実は IQ が全体的に高いと、やはり選択肢は増えます。まあ、例えば、まあ、大学受験とか、 にしても,もちろん、まあ、いわゆる、まあ、IQ と偏差値は必ずしも一致はしませんけど、学力の偏差値が高いと選べる学校が増えるのと,、えー、と似ていて、まあ、IQ が高い方が確かに仕事とかいろんな選択肢が増える可能性はありますと。だけど、えー、と一方で求められるレベル感も上がってきたりするし、あとは、えー、と付き合う人とか、えー、とその環境も変わったりしますし、 えっと、あとはそのマスキングとかって言われるんですけど、隠す行為、普通っぽく見せる行為も、やっぱ IQ が高いと、えっ、ー、と、うまくなりやすいですよね。一般的にね。まあ、それ考えると、IQ が高いからといって、あの、もし困り感があるとしたら、まあ、そうだな。ちょっと困っちゃいますね。診断がそれだけでつかないとしたら。もしこれが本当に、 あの、それしか先生がおっしゃってくれなかったとしたら、そう、あの、ちょっと困るなと思うす。ただ、このようなケースは、まあ、さっきね、タイムスリップとかってちょっと言っちゃいましたけど、実はまだまだ多いですよね。はい。えっ、ー、と、まあ、困難を感じている人っていうのは、世の中全員といえば全員なので、じゃあ世の中はこの何 ?70 億、80億の人、みんな障害者かというと、まあ、そうじゃないみたいになって、その発達障害って診断を出すためには、 やっぱりある程度人口の一定程度が苦しんでいる人なのかどうかみたいなのがあって、まあ、その専門家はおそらく、まあ、IQ の高さを一つの要因に、まあ、そこまで苦しんでないんじゃないかっていうふうに判定されたのかもしれず、まあ、そういったケースはまだまだ多いかなとも思います。はいまあ、いわゆるグレーゾーンとか言われる方もそういう方多いかもしれないですね。